このそば。めぐみんの誕生会を開くんですか？皆さんが考える普通のお祝いでいいと思いますけど。だが、コウマ族は少々変わった感性を持っているからな。そうそう、コウマ族って何かと派手好きでしょ。こんなものですか、なんて言われたら悔しいじゃない。ですが、私にコウマ族のセンスを聞かれても。それもそうか、ユンユンはコウマ族の中じゃまともな部類だもんな。じゃあ、メグミンが喜びそうなことのアイデアを出してもらえるかしら。ただいま帰り。はい、絶対にメグミンを喜ばせてみせます。一生忘れられないお祝いにしてあげるんだから。ただならぬ気配。なるほど、サプライズの用意をしているわけですか。帰ってくるのが早すぎましたね。そんなに気合が入るってことは、ユンユンは本当にめぐみんのことが好きなんだな。の隠すことじゃないでしょ。こういうことは口に出すのが大事なの。ほら、めぐみん大好きって言ってみて。大丈夫だ、ここにめぐみんはいない。今なら安心して言えるだろ。私はめぐみんのこと。うわー、おお、めぐみん帰ってきてたのか。帰ってきてましたとも。だから、その変な話を今すぐやめてください。こっぱずかしいじゃないですか。あとちょっとだったのに。まったく、私がいるのを分かってやっていましたね。誕生日のサプライズプレゼントだ。普通に祝うくらいでは物足りないだろうと3人で考えたのだ。私は聞いてませんよ。ユンユンに言ったらすぐにバレちゃうだろ。それに、普段は言えないことでもこういう日なら思い切って言えると思ってさ。カズマさん、心臓に悪いです。作戦成功ね。喜んでもらえたみたいで何よりよ。それじゃあ改めて、めぐみお誕生日おめでとう。この日を生誕の記念日とし、祝福を受け、その喜びをかみしめし者。このスパ